はい、ですね、時刻は6時半ですね。もうね、真っ暗になったんで、そろそろご飯にしたいと思います。で、今日のご飯はですね、また豚バラです。豚バラなんですけど、豚バラの前に、鶏刺しも買ってきてるんでね、ちょっと乾杯をしたいと思います。晩酌中の視聴者さん、一緒に乾杯しましょう。お酒の用意をよろしくお願いします。はい、じゃあ今日も一日お疲れ様でした。今日は小路さんプレモルですね。はい、それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。九州キャンプ再開しました。乾杯。いやー、いいね、九州のキャンプも。うまっ、バリうまっ。あ、ちょっと秘宝です。この天幕と亀山キャンドルのコラボのこのランタン、肝心なアルコールを忘れてます。なので今日つけれません。これは次回に持ち越しです。すいません。さあ、今日のつまみはですね、見えるかな、鶏刺し食べます。大分はね、鶏刺しがうまいんですよ。鶏刺しとかね、鶏天ね、まあ、鶏天は有名ですけどね、ネッカリッチ、ネッカリッチっていうやつ、これがね、美味しいんですよ。鶏刺しを食べますよ。おろしにんにく、にんにくの匂いがすげえ。鶏刺しのタレ、これ全部にかけよう。よし、うまそう。はい、じゃあ今日もモンブレの箸いただきます。あら、ジューシー。よし、はい、じゃあ鶏刺しいただきます。はい、おいしい。これやっぱめちゃくちゃうまい。うまっ。はい、美味しいです。あー、うまっ、バリうまっ。今日ね、家を出てくる前に、ちょうど1年前にこのキャンプ場来てるんで、その動画を自分で見たんですよ。そしたらね、なんと全く同じ服靴もズボンも上も全部全く一緒。違うのはこの伸びた髪の毛ぐらい。去年ね、親父が亡くなってね、しばらくキャンプ自粛してたんですよ。自粛っていうか、まあちょっと気分的にもね、キャンプする気分じゃなかったんで、去年はね、確か5ヶ月ぶりにね、キャンプしたんですよ。去年の今ぐらい。で、ここに来てるんですよ。その動画がね、
全く同じ服っていうね去年はねサーカス貼ってました。でね動画もね今とねちょっと違いますね、作り方が。動画の作り方も違うし、去年ちょうどねあのオートファジーっていうねダイエットをしてした直後だったんで、顔もねだいぶ痩せてますね去年はね。もしあのお時間がありましたら去年のねその動画ご覧になってください。めっちゃげっそりし、まああの狙って痩せたんですけど、今のこの感じから見るとちょっとげっそりして見えますね。でしかも親父が亡くなった後の動画だったんで、ものすごくねご心配のメッセージやらメールやらたくさんいただきまして、本当ありがとうございました。おかげさまでこちさんは元気です。バリうま、なんこれバリうま、うますぎるやろ。やばば、このねネッカリッチの鶏刺しはめちゃくちゃうまいんですよ。マジで食ってみてください。バリうま。あーやばい、久しぶりですよ焚き火しながらキャンプ。北海道で、ね、結局一回も焚き火できなかったんでね。いやーいいわ焚き火。焚き火がねあったかくて気持ちいい季節になってきましたよ。これ、ね、標高がね 1000m 近いんですよ。温度もう今焚き火の前におるからね、まあ14度ですね。14度。あ、ちょっと温度計出しとこう、忘れてた。はい、ね鶏刺しもめちゃくちゃうまかった。今7時半なんですけど、21時から今年2回目、1回目はね今年の元旦にやったんですけど、 YouTube ライブをすることになりましたので、ちょっとねメインのご飯を食べてしまいたいと思います。今日はというか今日もでーん豚バラです。桜王っていうね大分のブランド豚かな。はい、これを今日はバカまぶし、辛いのと普通のこれとバカびたし、この3つでね食べ比べをしたいと思います。ね、塩コショウがね美味しいのはもう分かりきってるん でいつも塩コショウで食べてるんですけど、まあ、もちろん塩コショウもね今日食べると思うんですけど、何枚あるかな、20枚近くあるんで、いろんな味を楽しみながら今日は豚バラを焼きたいと思います。いやー寒い、何度今、あ今ね 9.8 度、9.8 度ですよ。寒い。よし。じゃあ焼いていきましょうかね。はい、じゃあ今日もココパンですこれ。ココパンで食べます。さあ、豚バラ。ちょっと向きを変えよう。よし。あちちち、無線調理、調理しにくい。油、オリーブオイルです。鹿が鳴きよね。
よし。まずはスタンダードに塩コショウで、焼けるの早っ。あ、これ火が深いね。上に乗せます。はい、じゃあ豚バラ塩コショウね、いただきます。バーリうまっ。バーリうまっ。バーリうまっ。このね、桜餅もバーリうまいっす。いや、これはバーリうまっ。はい、塩コショウ当たり前ですけどバリウマス、多分ね、いろいろやりますけど多分塩コショウが一番好きなんですよ。多分これ変わんないですよ。ただ今日何グラム、これ258グラム。これをずっと塩コショウで食べてると、まあ飽きはしないんですけど味変したくなるんですよね。でそれでこの辛いのと普通のね、このスパイスで、このバカビタシはね、タレなんで、タレ焼くとね、もうあとずっと多分つくんで、これ最後にやります。で、最後におじさん的に塩コショウを除いてね、塩コショウのみを除いてランク付けをしたいと思います。はい。よし、じゃあ第2弾いきます。2枚ずつかな、2枚ずつ。で、次はバカマブシの普通のスパイス、これでいきます。でこの片面焼いてひっくり返した時にかけるんですね。はい、バカマブシ普通のスパイス、はい、じゃあこのバカマブシの普通のスパイスの方食べてみたいと思います。っていうかね、家でね何回かやってるんですけどね。よし、はい、じゃあ普通のスパイスの方いただきます。もう香りがいい。それはバリうまよね。いや、これはバリうまよ。あの小路さんね、塩コショウか黒瀬スパイスしか使ってきてないんですよ。でもこれね、うまい。あの堀西をね使ったことないんでね、ちょっとそこと比べることできないんですけど、これはうまい。最近ねこれ家でねめっちゃ使ってるんですよ。これはうまい。うん、塩加減もね
ちょうどいいんですよ。なんて言ったらいいんかな、この香り。何の香りなんかな。全然見えん。これか、全然見えん。もうね、最近ね、これがね、必需品なんですよ。お、めっちゃ見える。うん、あ、これクミンだな。クミンの香りがめっちゃいい匂いなんですよ。あんま詳しいことはわかんないですけど、ちょうどいい感じの、こういうクミンとかこういうスパイス系って素材の味がもうようわからんみたいになるじゃないですか。で、これね、豚バラの美味しさがちゃんとわかって、で、これで香り付けができてるんですね、味と香りが。これね、すごいよ。正直言うと、芸能人使ってね、広告打ってね、みたいなね、ちょっと疑心暗鬼だったんですよ。けど、本当にうまい、これは。これはうまい。でね、我々世代はもうあんまり濃い味はね、もう食べれなくなるじゃないですか。これね、いい感じにちょうどいいんですよ。薄味でもなく、コクもなく、もうちょうどいいんですよ。はい、じゃあ続いてですね、次はこの辛い方のスパイス、これに辛みがついてる感じかな。はい、じゃあこれいってみましょうか。いやー、北海道でね、豚バラ食べれんやったからですね、めちゃくちゃ嬉しいっすよ。よし、なんか家でも食べたんですけど、やっぱ外で食べる方がうまいっすね。断然外の方がうまく感じる。まあ豚がね、いい豚っていうのもあるんでしょうけど、いやでも断然外の方がうまい。この辛いのがね、ちゃんと辛いんですけど、ヒーハーヒーハーいう感じの辛さじゃないんですよ。ちゃんと美味しい辛さなんでいいですよね。ただね、忖度はしないんで、ちゃんと素直に言いますよ。家で食べた時はですね、ちょっと味が薄いなと思ったんで、少しだけね、塩を足したんですよ。でちょうどよかったですね。で今ね、塩足してないんですけど、ちょうどよかった。なんかな、キャンプの魔力かな。焚き火で焼いてるからかな。いや、やっぱ焚き火はいいね。焚き火調理は難しいけどね。はい、じゃあ赤い方です。ごまもね、結構入ってるんですよ。あとね、分かった。薄味やからと思って今、ちょっと多めにかけたんですよね。家の時はね、ちょっと、ね、ケチってちょびっとかけてたんですよ。結構かけていいみたいですね、これ。うん。ちょっと多めにかけました。はい、じゃあちょっと辛い方、いただきます。はい、おいしい。やっぱバリバリうまっ。ちょっと待って、これさんが辛いの好きなんですよ。辛麺とかね、担々麺の辛いのとかね、っていう基準で聞いてくださいね。塩コショウよりこっちの方が好きかもしれない。塩コショウより
こっちの方が好きかもしれない。塩コショウよりこっちの方が好きかもしれない。これが今3種類食べて一番美味しい。塩コショウを、ノーマル、赤いの。これが今のところ一番美味しい。これバリうま。これやばいね。よし、もう一枚いきます。うん、これやっぱたっぷりかけた方が正解。名前の通りバカみたいにまぶした方がいいですね。バリうま。これはビールがうまいっすよ。うますぎるよ。うますぎる。よし、じゃあ最後、バカびたし。これね、タレですね。これは、つけてから焼くかな？焼いたやつに垂らすかな？つけて焼いたらね、もうこれが焦げるからですね。ちょっとやりたいけど、肉焼いた後に、これ、あの焼肉のタレみたいにつけて食べてみましょう。よし。うわもう8時やん。やばい、あと1時間でライブが始まる。やばいやばい、早く進まんと。はい、じゃあバカびたし。おお、結構ね、結構硬い。サラサラではない。よし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 。結構ドロッとしてます。だから肉に絡むでしょうね。こんな感じ。こうしても垂れないですよ。うん、硬い。いやー、うまそうやな、これ。これはうまそうに。いい感じの火の通さになりましたね。いい感じ。うわ。今日ね、あの風心配してましたけど、もう今無風です。めちゃくちゃ焚き火しやすい。いい匂い。いいかな。良さそうやね。うわ、よし、ちょっと一枚いってみよう。はい、じゃあバカびたし、いただきます。うまっ、うまっ、うまっ、うまっ。これね、
米が欲しくなる。うまこれ焼肉のタレみたいに使って、正解かも。なんかね、甘いんですよ。甘辛い、なんかフルーツっぽい甘さがするね。なんとなく砂糖の甘さとかじゃなくて、なんかちゃんとフルーツかなんかの甘さを感じる。違ったらすいません米が欲しくなるのと、まあもちろん豚バラも合いますけど、牛肉、牛焼いて、牛焼肉でこれで食べてみたい。これうまい。見ました今。何の話でしたっけあ、そうそう、牛肉、牛のね、もうそれも油が少ない、まあヒレとまで言わんけど、サガリとかね、ハラミとかね、あの辺がもうめっちゃ合いそう。あ、次牛でやりたいな、これ牛でやりたいけど、結構これ腹いっぱいになる。これガツンときた。うわ、ガツンときた。これ最後にしてよかった。まだめっちゃ余ってるんですけどね、ちょっとこれ時間空けて食べたいけど、9時にはライブが始まるからな。まあぼちぼち食べます。はい、ということでね、ちょっと小じさん的ランキングをつけていいですか。まず塩コショウ、これ大小の味、塩コショウです。ノーマルのバカマブシ、辛い方の赤いバカマブシと、最後にバカビタシで、小じさんの一番は、まあ、その時の気分もあるのかもしれんけど、今日はバカまぶし、これが一番美味しかった。これで次は塩コショウかな。捨てがたいですねこれは。1位、2位、いかん。ランキングつけるとか言ったけん、ちょっとこれいかんな。こうつつけがたいけど、今日の豚バラでの感想を言います。3位、4位、これね、牛肉でしたらね多分順番変わると思う。豚バラでは1番が赤いバカマムシ、辛い方で、2番が塩コショウで、3番がスタンダードなバカマムシで、4番がバカビタシ。これ豚バラの結果です。小路さんの独断と偏見、合わんなっていうのは1個もないです。どれも美味しい、どれも美味しいけど、まあ、このね、焚き火でやってるっていうのと、まあ、外で食べてるっていうのと、小路さんが豚バラが好きだっていうこの条件で、の順位になります。あんまり参考にならないかもしれないけど、でもね、これは食べてみてほしいな。豚バラでするんだったら、赤いバカマムシ。牛肉やったらね、こっちの方が合う気がすると。あとバカビタシね、これはね、鶏肉やったらまた変わるかもね。鶏肉もこれ合いそうだね、こっちのスタンダードが。なんかただ焼いてこれをかけただけなんで、他の料理にも使ってみたいですね。豚バラでこれするんだったらあれしてみたい、サムギョプサル。サムギョプサルの時にこれ使うといいかもしれん。はい、というバカまぶしランキングでしたさあ8時20分、ぼちぼちね食べてしまって、ライブ配信の準備をしたいと思います。でライブの様子はね、動画撮るかどうか分かんないですけど、ライブが終わったらもうすぐ寝ますんで、
ということで、明日の朝こんばんは、やばい字が見えんな。こんばんは。みぞさんこんばんは。謎黒さんこんばんは。ちょっと字が見えんね。見えん。私も見え。今もっちゃん聞こえてます。よかったです。もう全然見えんな、やばい。待ってました、ありがとうございます。ちょっとたまに動画、たまにメガネかけるかもしれないです。まあね、この携帯の画面でね、字が見えないっすよ。老眼鏡。こんばんは。ちょっとかけてていいですかね。そうそう、字が見えないんですよ、このチャットの。りょうくさんこんばんは。山梨なんですね、鉄キャンプさん。いつもありがとうございます。池田さとみさん、ありがとうございます。いやー。九州キャンプ3ヶ月ぶりですよ。ひとみさんこんばんは。にいでさんなんですね。すいません、失礼しました。さっきの小池さんの北海道最終編。最終編ですね。いやー、北海道ね、もう帰ってきたら2ヶ月前なんですけどね。おはようございます。朝を迎えました。ただいま時刻はですね、もう朝8時なんですね。久しぶりにね、こんな朝遅い時間までゆっくり寝ました。ですね、ちょっと天気がね、昨日晴天だったんですけど、曇りっていうか、もう霧がすごくてね、もうこの辺までさっきまで白かったんですよね。めちゃくちゃ濃霧なんで、ちょっとね、全体的にべちゃべちゃしてるんですよ。乾燥撤収がちょっと無理そうなんで、この後ね、もしかしたらちょっと雨が降りそうな雰囲気なんで、ちょっとね、朝本当はね、パンでも焼いて食べようかなとか思ってたんですけど、ちょっと早めに撤収したいと思います。もう乾燥撤収無理だし、これ以上濡れたらね、撤収大変なんで、本当はね、朝コーヒーも入れて、コーヒーセットも持ってきてるんでね、
コーヒーでも入れようかなとか思ってたんですけど、今日は早めに帰りたいと思います。うわ、降ってきたな。はい、ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。九州キャンプ、今からどんどんやっていきたいと思いますんで、次回の動画をまたお楽しみください。あ、それからね、昨日ね、久しぶりに YouTube ライブもさせてもらいました。めちゃくちゃ楽しかった1時間ねやったんですけどね、ちょっと時間足りないなっていうぐらいね、あっという間に1時間過ぎてしまったんですよね。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。またね、ライブもねちょいちょいやっていきたいなと思ってます。キャンプ場からライブするときはね、今回みたいに缶ソロじゃないとね、なかなかね、夜9時から10時まであんだけわーわー喋るっていうのはねちょっと厳しいと思うので、缶ソロとかね、まあ缶ソロじゃなくても隣のサイトが声が聞こえないぐらい離れてるとかね、そういうタイミングがあればライブをやっていきたいと思います。はい、ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。